はいどうも、黒ひげ系パッキュレディオです。はい、今回はですね、ボン KOK の優勝予想ということでね、はい、KOK の優勝予想をねしていきたいなと思います。はい、今回ですね、KOK の本戦に出てる、ラッパーさんの中でも結構割と生の現場でバトルを見たりとか、まあそうですね、生の現場でバトルを見たりとか、あとはまあ戦ったことあるねラッパーさんとかも何人か出てるんで、まあそういった意味でもね、そういった観点からまあちょっと優勝予想っていうのをねしていきたいなと思います。はい、まあ本当にね、 MC バトル最大のね、まあもちろん賞金が一番高かったのはバトルサミットですけど、まあ本当のね、いろんな大会のチャンピオンが集まる真の王者を決める KOK なんで、もう本当に楽しみですね。はい、ちなみに、予想の仕方をねちょっと紹介したいなと思います。ボン、はい、まずですね、本命を1人、そして対抗を1人、あとはその本命対抗以外の注目の5人っていうのを、紹介したいなと思います。なんでまあ僕の中ではこの7人の中から 100% チャンピオンが生まれると思っております。で、本来だったら結構穴とか大穴っていう風にまあ予想する人も結構多いんですけど、僕ぶっちゃけもう同じラップをやってるものとして、やっぱ穴とか大穴みたいな言い方はちょっとしたくないんですよね。なんでまあそういった意味でもちょっとその注目の5人、そして本命対抗というような形で一応まあ予想の方をさせていただきたいなと思っております。まあ皆さんのね、予想と重なるかどうかってのは分かんないんですけど、まあこれは僕なりのね予想だと思って、聞いていただければなと思います。はい、まず優勝候補、僕が本命だと思ってる人はこの人、ボンカン AK ガミですね。はい、僕はカンさんが今回の優勝候補だと思っております。で、なんで僕カンさんが優勝候補かって言ってるかっていうと、カンさん今回結構マジで気合入ってるんですよ。っていうのもエンターダーステージのそのライブの時に言ってたんですけど、まあ今回結構その KOK、 まあ誰が上がってきてもぶっ飛ばしてやるみたいな、まあ割と結構その気合入ってて、でまあマジ本当に気合入れていくんでみたいなことも言ってたんですよね、 MC で。でカンさんが結構気合入ってる時ってなんか負けてるイメージって僕の中ではないんですよ。まあ唯一あるとしたら2006年のその UMB ですかね、カルデラ・ビスタさんが優勝したあの大会ぐらいですかね。それ以外あんまり負けてるイメージっていうのはないし、まあカンさんすごい多分ね、まあ罵倒のあの戦いっぷりとか見てると、あの感じでいったら多分勝てる人間いないんじゃないかなって思うぐらいの完成度だったんで、まあ僕は今回ねカンさんが優勝するんじゃないかなというふうに予想しております。はい、でまあ対抗として僕が挙げたいラッパーはボン、オーソリティ君ですよね。はい、まあカンさんがもし仮に、優勝しない、もしくはカンさんが負けるとしたら誰かなと思ったらオーソリティ君かなと思いますね。まあオーソリティ君に関して言うならば、まあ R 指定さんが抜けたフリースタイル業界、まあフリースタイル界隈からね R 指定さんは抜けて、そして今音源とかライブとかで頑張ってますけど、まあネクスト R 指定は誰かと言われたら、まあ間違いなくオーソリティさんでしょうね。もう本当にまあもう韻も硬い、ライミングもね、ライミングセンスもあって、そして硬い、さらにフローもうまい、でバイブスも高く、アンサー力もある、ね、ステージングの使い方もうまい、まあ全てをね完璧にこなすラッパーっていうのはなかなか少ないんですよ、これ実際で。まあ過去にもまあそれをできてるラッパーっていうのはまあ実際本当に R 指定さんぐらいで、まあその R 指定さんとまあ今や結構同じレベルでやれてんじゃないかなっていうのが、まあこのオーソリティさんだと僕は思ってるんですよね。なんでまあ純粋にこのラップのうまさっていう意味で言えば、本来だったらオーソリティさんなんですけど、ただそのラップがうまいだけじゃないですからね、こういう KOK にしてもそうだし UMB にしてもそうなんですけど、やっぱりその今まで何をやってきたかとか、もうそれこそマッチョのリリックじゃないですけど、どの口で何言うかが肝心っていう、本当にその通りで、カンさんが吐く言葉だからこそ重みがある言葉っていうのがあるですよね。だからまあ今回この KOK に関して言うならば、スキルだけで言うならば、まあオーソリティ君が僕一番うまいと思うんですけど、ただそれ以外のところですよね、もう本当に人としてっていう部分のところを加味した上で今回はカンさんが優勝候補。ただまあスキルはね、もう本当にこの中でも一番うまいオーソリティ君が
まあ、対抗なんじゃないかなと、まあ、僕は思っております。はい、この本命対抗以外の注目のラッパー5人、ボン、はい、クール、リョフカルマ、チコカリーとサイレントキラージョイント、燃えるゴミですね。はい、まあカンさんもしくはオーソリティ君が優勝しないとするならば、この5人の中から僕は優勝者が出てくると思っております。はい、まずクールさんに関して言うならば、もうフロー校舎ですよね。まあ、クールさんのフローは本当聞き心地もいいし、で聞き心地がいいプラスで相手の指し方もうまいんですよ。アンサー力もあるし、だからまあクールさんのそのラップっていうのはもう本当になんか、ああなんか聞き心地いいなっていうねところで、もうまず有利なんですよね。でその言葉から測れる言葉だから、まあめちゃくちゃパンチラインじゃなくてもなんか納得してしまうって、まあパンチライン、それでさらにパンチラインを出してくるから、クールさんっていうのはもう本当に厄介なんですけどね。やっぱりね、どんなに正論を言おうが、どんなにその正しいこと言ってようが、結局聞き心地なんですよね。聞き心地が悪かったら、結局はどんなに正論言ってても聞こうと思わないんですよ。でも逆に言ってしまえば、クールさんみたいに本当に聞き心地のいいラップをするからこそ、ちょっとした正論がすごいパンチラインになるっていう、だまさにね、そういう意味でも本当に強いなと思いますよね。で、まあ呂布さんですよね。まあ言い合いとかお互いにその論争みたいなことをそのラップバトル内でさせたら、まあ呂布さんに勝てる人はいないでしょうね。だからある意味で言うと、カンさんの一番の天敵になり得る可能性があるのが、僕は呂布さんだと思ってるんですよね。はい、まあもちろんね、呂布さんね、決勝でカンさんに負けてる大会もありましたけど、ただまあそれはその大会だと思うんで、ただまあ今大会に関して言うならば、まあ、呂布さんがもしかしたらカンさんを完封するかもしれないっていうね、カンさん独自のスタイルと、パンチラインを出してきても、まあ、そこを呂布さんがうまく、かわしてくる可能性っていうのがあるんで、まあ、僕的にはそうですね、まあ、呂布さん優勝もだいぶありえると思いますね。はい、続きましてチコカリートさんですね。はい、チコカリートさんに関して言うならば、まあこれもクールさんと一緒で、まあ何せね、そのフローから生み出されるその熱いバイブスと、そしてあとね、ライムも硬いんですよね、チコさんは。で音源でもね、今すごい成績も出してるし、そういった意味で言うと、まあ、音楽っていう意味で言うんだったら、まあ、チコさんがまあこのメンバーの中ではザ音楽って感じですよね。ザミュージックって感じですよね、本当にね。音楽感だけで言うならば、チコさんが一番なんかミュージシャンって感じがしますよね、このバトル出てるメンバーの中では。はい、だからまあチコさんの優勝もあるんじゃないかなと思います。はい、そして、エスキラジョイントくんですよね。でまあザ・ミュージシャンっていうか、ザ・ミュージック、ミュージシャンっていう意味で言うならチコカリートさんですけど、ザ・ヒップホップっていうか、まあヤングヒップホッパー、まあヤングキングって言えばいいんですかね。僕はエスキラくんが一番なんかこの中で言うと一番の対話型だと思うんですよ。だからまあそのエスキラくんのその対話力、とあとはそのアンサー力っていう部分は唯一無二だと思うんですよね。だからもちろんここは結構カンさんも似てる部分があるんで、だからカンさんと戦ったらちょっと相性悪いのかなっていう風に僕個人的にはちょっと思うんですよね。まあカンさんはさらにそのやっぱ長年ずっとやってきてるし、でまあエスキラくんは多分嘘をつかないラップと思うんですよ、ラップのそのやり取りの中において。だからカンさんのこと本当にリスペクトしてると思うんで、カンさんと当たるってなるとだいぶ分が悪いと思うんですけど、もしこれ仮にカンさんが早い段階で負けたとしたら、エスキラクの優勝は多分結構あるんじゃないかなと思いますね。あとやっぱ魅力があるんでね、何せ人としての。だからここはカンさんとすぐ似てる部分があって、カンさんもそのラップっていう部分の以前に人としての魅力がすごいあるんで、だからもうその段階でその観客を引きつける力があるっていうのは、エスキラ君も僕同じだと思うんですよね。だからまあそういう意味で、まあ僕の中ではカンさんがもし早い段階で負けてしまったとしたら、エスキラ君の優勝は十分あり得ると思います。はい、そして燃えるゴミ君ですね。はい、燃えるゴミ君に関してならば、もうリズムキープは完璧ですね。もう僕もね、毎回結構その動画とかで聞いたりとかして結構参考にさせてもらってるんですけど、まああのレベルまで行くのは本当に難しいですね。はい、まあ、何せね、スパスパッと結構ね、もう身内だろうが誰だろうが、しっかりとこの刺していくスタイルっていうのはもう本当にかっこよくて、で、言ってる言葉とかが、知性があるんですよ。割となんか、マーファーカーとか、クソ野郎とか、
結構そういう言葉が結構聞こえてくるから、悪口をバンバン言ってる人って見えるかもしれないんですけど、ちゃんとリリックを聞いてるとすごいその中に知性があるんですよね、燃えるゴミさんって。だからこの、なんだろうな、相手に対してのディス、悪口っていう部分のディスと、その的確な正論っていうところがうまく混じり合って、しかもリズムキープが本当にうまいから、すごい聞き心地もいいラップだから、キレキレですよね。だからまあこの出てるメンバーの中で言うならば一番キレがあるんじゃないかなっていう風に、まあ思います。はい。で一応ね、出るメンバーがまだ15名しか決まってなくて、あと1名が、1月6日なんか明日ですね、ごめんなさい、明日ですね、明日の、レッドブルインダハウスっていう大会がありまして、そこの優勝者が、最後の一枠に入ってくるんですけど、まあそこから上がってきそうな MC は誰かなと思った中で、僕がこの中のこの4人の中から1人 KOK の本戦に来るんじゃないかなっていうメンバーをちょっと紹介したいと思います。ポン、はい、ムートン、フーマの小太郎、マカでイエラゴートですね。この4人の中から多分1人が今回本戦に出てくるんじゃないかなと。でまあ僕ズバリ、言いますけど、僕はムートン君が上がってくるんじゃないかなと、まあ僕は予想しております。はい。まあ今ね、ちょっと名前変わってるんですけどね、ムートン君ね。はい。だからまあこのメンバーの中で言ったらムートン君かなと。でムートン君が上がってきたら、またこの注目の5人のラッパーと肩を並べるぐらいのね、この実力を持ってると思うんで、だからまあ楽しみですね、本当にそういう意味では。はい。まあ、今回の動画はそんな感じですね。なのでまあ優勝予想はカンさんということで、まあ僕はかけていきたいなと思います。はい。そんな感じで、今年もね1年本当に皆さんね、よろしくお願いします。はい。できる限りね更新していきたいと思いますので、チャンネル登録の方もお願いします。それでは。